一昨日運航再開が認められたボーイング787型機について全日空は今朝から試験飛行を行い機体の安全性を確認しました全日空の伊藤会長とボーイング社のコナー社長を乗せた787型機は午前9時ごろ羽田空港を離陸し八丈島から紀伊半島を経由して午前11時前に羽田空港に着陸しました バッテリーは正常に機能し、飛行機にもトラブルはなかったということです。日米の航空当局は、おととい787型機の運航再開を認めましたが、バッテリーから煙が出た原因は現在も特定されていません。全日空は、保有する17機すべての安全性を確認した上で、6月から営業運航を再開する方針です。